はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。一撃でデュエルを全て終わらせる男リュウです。さあ本日なんですが、召喚獣プルガトリオさん覚えてますか皆さん急に何の話だっていう感じなんですけど、新しいねパックで登場したこの、コシンクトグワ、このモンスターですね、結構可能性を秘めておりまして、この間もね動画化した通り、このモンスター一応もう一回説明しておくとですね、エクシーズスワになった場合、もしくは融合スワになった場合、これねワンドローできるんですよ。でレベル4のシンクロモンスターということで、まあライティレフティからね簡単に出てこれるっていうモンスターなんですけども、このクトグワを、まあ、前回はねエクシーズ召喚とか、あと黒白の波動っていうね世界最強魔法をね使って活躍させていったんですけれども、今回は融合素材として使っていこうかなというふうに思っておりまして、で融合素材として使う場合、これ何がいいかと、炎属性なんですよね、この人属性が優秀懐かしい、属性が強いという概念、このね召喚獣プルガトリオパイセンをね出していって、でこいつとここでエクシーズ召喚とかもしながら、さらに融合もしていき、でプルガトリオ出してなんかめっちゃドローしながら、めっちゃなんかトラップカードとか引いてすげえうぜえデッキでぶん回していくっていう、そういうねデュエルになってます。今日はちょっとですね初動が少ないんですよこれ、アレイスター、まあ実質はドライバーだけなんですけども、初動は、まあ、このドライバーもねライティドライバーが墓地に落ちてればこいつを除外するとねライティ持ってこれるっていう効果あるんで、まあ例えばインガー切断で、手札捨てたりとか、あと土球部隊でベッて墓地を食ったりとかして、で4シンクロ立っていくみたいな、そんな感じの動きになります。であとはねプリガトリオパイセンと相性がいい、そこから仕事しやなとか、月の書とか、あとアレイスターと相性がいいエネコンとか、まあ、こういうカードが入ってて、汎用魔法トラップでなんか戦いながら、アドバンテージをこいつで稼いでいくみたいな感じになっております。すごい面白い動きするんですよ。ぜひねデュエルをご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、カニ頭十郎だ、来た。デュエルスタンバイ。デュエルとりあえずこうするしかねえか、こうしてレフティが来てる場合はね、結構コストにしたり、土球のコストにしたり、インガ切断でぶん投げたりすればアドバンテージ回避できるんで、まあ、それが強いですよといったところ、ハーピーをいいだろう、まあ、これはスワローズネストがあるかもしれないんで、対象に取るとなんかアドソンするからそれはやめた方がいい、まあ、出てきたハーピーを、まあ、なんとかすればいいかなっていう感じですね。SC、まあ、ハーピー出てくるか分かんない、まあ、エクシーズモンスター出てくるかもしれないけど、まあ、とりあえずね出てきたモンスターを処理するっていうのが一番いいかな。力を貸してくれ、はい、ハーピー SC いいだろう。これねカリバの方がね今多分環境的には強いんじゃないかなと思うんだけど、どうなんだろうね。この瞬間俺はカリバの方がちなみに好きですよ。だってこれ土球でよかったな、手札コストこれ土球でよかったかもしれない。これあこれ先土球打ちだな、間違えたな、まあいいや。これは戻されるのは別にいい、あでも結局変わんねえか、そうでもねえか、これ土球の方がよかったな、まあいいや。はいターンエンド来た、なるほど。レフティードライバー来すぎ、レフティ来すぎなんですよねそんなに左ばっかいらないっていうね、まず右来ないと、右召喚でこれで手札から出すっていうマジゴミみたいなムーブする、最強に弱い、最強に弱い、一番弱いわ。でレフティードライバー効果、これねアドソンなんですよね、手札から特殊召喚してんの、まあ、これデッキから特殊召喚できるから強いわけであって、ライティっていうのは手札から特殊召喚してるのマジで弱いっす。クトグワ出してくれ、でこれでぶん殴っていくしかない。ゴー、さあ今のところゴミムーブしてる、今のところ全然ぶん回ってないムーブ。さあどうする、いいだろう。さあ手札は4枚、相手だやばいな、はいはい、オラクル効果いいでしょう。でアドバンテージを回復してくる、でまたあれですね、ハーピー SC が出てきたら、はいはいはい、万華鏡からの分身来た、なるほど。これで打たれる前に打つですね、これ打たれる前に打つ、羽休めを、ハービーの羽休めを打たれて2ドローされる前に土球部隊で相手の前を処理すると、はい、なるほど、問題はないよ、それは問題はない、それは問題はない。あと2枚ある、2枚あんのつれえな、あと手札2枚あんのか、まあ、土球でねこっちをね、結局こいつをね、エネコン、あ無理ですね、それはね土球するしかありませんね。さあリリース合戦、モンスターリリース合戦、
モンスターリリースだらけの運動会来た。もう一枚なんかあんのかな。これ展開できたら別にいいよ。羽休めは別にいいや。オッケー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 。これなんかシンクロし、してもしなくても結局同じでしたね、相手ね。エネコンか。シンクロしてどっちにしても同じか。どっちにしても相手同じでしたね。何を使っても。はいはい、傷の力。スワローテストあんのかな。バトルだ、受けてもらおう。セットする。メストかは、メストかもしんないけど分かんないか。でこれで、オラクル効果でまた回収されてくいいだろう。俺は諦めない。さあ私のターン、スキル発動。うおー、あれさ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 あ、レフティ引きすぎなんだよな、毎回毎回。そんないらねえんだよレフティ、デッキ眠ってろっていうね。でアレイスター召喚、アレイスターの効果発動、アレイスターの効果によって召喚魔術を手段加えるぜ。そしてマジックカード、召喚魔術を発動。召喚魔術の効果によって召喚師アレイスターと墓地に送っておいた古神クトグアをゲームが始まりし、プルガトリオパイセンを特殊召喚。そして融合素材だったクトグアの効果でワンドロー。説明しよう。古神クトグア、このモンスターは自分がエクシー素材になった時、そして融合素材になった時にワンドローすることができる爆破のモンスターなのである。つえつえつえけど今魔法トラップでよかった、今魔法トラップでよかった。2700、これね、月の書とかだとね、もうなんか負けそう。月の書で負けそう。いけ、うわスワローズネスト、こいいだろ。スワローズネストの効果でパフューマーかな、はいはい。でパフューマー特殊召喚成功時効果発動するか。なんもない、リソースがもうない。攻撃するわ、おい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 やべえ、なんかアレイスターぶん投げてのテンション上がれば、なんか知んないけど、なんでだろう。さあお相手の方、闇遊戯君、よろしくお願いします。ユーレ3倍 OK、 反動は悪くない悪くないけど、ちょっと時計と因果があんまり腐ってんな。でレフティドライバー効果で、レフティドライバーでプッてやって、これ、ね、レフティをね捨てるのを強捨てたりリリースしたりするのは強いんですけど、ライティを捨てたりスワニーしたりするのは弱いんで、これはこっちかな。はい、ほい。さあ発動ルを特殊召喚してく。はい、でカードセットセットでエンドと、これこのデッキですね、初動めっちゃ少ないんで、札としてはデッキの中のアレイスターなんてそんなもんでいいんですけどね。サイクロン強いね、アレイスターデッキなんていうのはそんなものはね、そんなもんでいいんですよ。初動なんて少なくていい。炎王のこと、なるほど、炎王のこと効果、炎王ですか。まあ、ハストールさんの効果を止めてこられるのはちょっとめんどくさいが、まあ、因果切断はワンチャン強い。でガルドニクスいいだろう、ガルドニクスいいだろう。でガネーシャいいでしょう。ガネーシャか、ガネーシャターンエンド、なるほど。まあガルドニクス言いますか、ね、はい、月の章、なるほどね、頼むぞ今だ。はい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 、でガルドニクス効果、まあぶっ飛ばされる、吹き飛ばされてく。まあこれしょうがないよね、だもんね。でハストール効果で一応相手につけるしかない。ガルドニクスにつけていく。ほい、なあこれライティ出すかどうか問題発生してんだよな。とりあえずレフティだけ使うわ。レフティ効果使ってで、ライティだけ持ってくる。このやっぱ継戦能力がすごい強いですよね、ライティレフティってね。まあ4シンクロしかできないんで今のところレベル上昇とかもないしあれなんですけど、まあとりあえずライティだけ出すか。で、古神クトグアだけ出しとくか。古神クトグア出しといて、アレイスターを引きに行きましょう。はい、これちなみに残ってればねエクシーズできるんで、レベル4がもしねトラップカードで守れて残ってればランク4エクシーズができるんで、そうするとダイヤウルフとか、デッドデシンとかが出せます。でセットしといて、でこれでエンドかな。サードする。まあね、ガネーシャがいますし子供もあるんで、まあ、この、ガルドニクスは叩き割られたりはするでしょうね。まあ、因果切断が一応あるんで、まあ、なんとかなるかなと思うんですけど、炎王のこと、はい。で、一回ダメージ受けたいですね。ダメージ受けて、プルガパイセンを出し
って分からしたい。あ、なるほど。それはね、それはね、因果ケアできてないね。それ今のね、フィールド上のね、ガルドニクス割った方がいいよ。ターン終了。弱すぎるね、それ、その動きは。これ弱すぎる、あまりにも。これ因果ケアできてなすぎる。これ相手のプレイングゴミっていう話ありますね。で、アレイスター来た、アレイスター来た強い強い。で、アレイスター効果と、アレイスターさん効果。はい。で、これで、ダイアウルフしちゃうと結局サーチ入んのか。これデッドリーシンでいいな。デッドリーシンでいいや。デッドリーシンでよくて、はい、ほい。で、ワンドロー入れてく、ワンドロー入れてく。サイクロン来た。はい、なるほど。で、デッドリーシン効果、デッドリーシン効果で、クトグは切って、で、バロン除外する。で、召喚魔術うっ、あ、やべ、あ、間違えた、間違えた間違えた、アレイスター切るべきだった、間違えた、完全に。うわ、間違えた、しょうがない。これは完全に間違えましたけど、まあしょうがない、まあいいだろう。半白しかね。まあでもさすがにサイクロンも月の書もあるし、なんとかなんじゃないので、デッドリシード持ってきた。やばいやばいやばい、普通に見せた、ごめんなさい、俺がパスでした。プリング、天気いいよ、天気いいや。特に何か持ってこられて困るものもない。ガネーシャは別にいいし、ガネーシャ持ってこられてるし、もそも、はい、ガネーシャいいですよ。で、ウルフバーグも墓地の効果ないから、墓地の効果っていうか墓地のモンスターいないから大丈夫。で、ガネーシャ召喚もいいですよ。で、2体並んだ、まあ、エクシー召喚してくるのかな、まあ、月の召喚なんかでね、処せるんで、まあなんとかなるかなっていう感じがしますね。で、墓地でモンスター、いないんで、まあ孤島で、なんだ、割ってガネーシャ割って蘇生とかもできませんから、はい、デッドリシン、うん、それ全然無理だね。無理なのか、別に無理でもないけど、まあ一応こうしとくか、一応こうしとこ、はい。さあ、これで動き止まりましたか。ターン終了、なるほど。で、私のターン、ドロー、月の書きた、月の書きすぎ問題で、デッドリシン効果、アレイスターを、墓地に送って、お前のモンスターを除外する。これがね、さっきやりたかったんですけど、まあ、ちょっとすいません。で、召喚魔術の効果を発動していく。召喚魔術の効果によって、クトグアとアレイスターを融合スワにすることによって、これでクトグアの効果が発動するわけですよ。プルガトリオ融合召喚でワンドロー。強い。なんて強いんだ。なんて強い。でも引いたカードはめっちゃ弱い。引いたカードはめっちゃ弱い。もう一回アレイスターを解除して、アレイスターを出していくぞ。シュッ、そしてアレイスターを召喚、召喚者アレイスターの効果を発動、アレイスターの効果によって召喚魔術を手段に加えていく。そしていけ、召喚魔術を発動、これ地属性でいいか、召喚師アレイスターと墓地のライティドライバーをゲームから除外し、いけ召喚獣メガラニカ、うおうおー、いけー、ぶち殺せー、デッドリシンでダイレクトアタック、カイトロイド投げろよ。お、ねえのか、デッドリシン効果暴虐だなし、弱っ、なんだかのクソだ、ご縁王、カイトロイドもベイでも握ってない縁王がな、環境取れるほど甘くないんだぜ。遊戯をしたければな、カイトロイド持ってこい。さあ、お相手の方、会話したしょうね、よろしくお願いします。ゲル先輩、コールリゾネーター、いいだろう、コールリゾネーター、なるほど、これリゾネーターデッキか、いいだろういいだろういいだろう。やつは電気、何何これは宇宙最強魔法、宇宙最強呪文レッドテンレイじゃないか、宇宙最強呪文じゃないか、やばい、レッドテンレイだ、やばいやばい、方針、はい、方針進行しようか。レッドテンレイがご存じない方は、私の動画見てください。レッドテンレイで検索お願いします。デュエルリンクスレッドテンレイで検索お願いします。さあ、これでテンレイ効果で、はい、点数セットしてからの方針効果で陶器引いてろ、手札に陶器引いてろ、いや引いてない、統計特殊召喚
やばい、やばい、カードめっちゃ増えてる。もうこの時点で、この時点でカード増えすぎなんだって。先行で4枚もそもそもカードあるっていう。点数効果、召喚権1個増えた。で、統計効果で、天気持ち送って、なるほど。で、塩分魔法トラップカードセットできる。神道、やばいやばい、強い。召喚魔術止められる。まずい。あのカードは強すぎる。召喚魔術っていう最強のカードを止められてしまう。で、飛炎尺、うわ、対象にも取れなかった。因果切断が効かない。なんて強いんだ。なんて強いんだ。サイクロン来た。でもサイクロン来た。怪盗だ。危ない。召喚魔術は打てる。行くぜ。サイクロン発動。サイクロンの効果によって、あれシントどっちだっけ？シントこっちだっけ？あれどっちだっけ？やばい。シントどっち？あれ？シントどっち？あ、間違えた。そっちか。やべ、ちょっとまあ間違えたけど使ってくれたらいいや。使ってくれたからいい。じゃあ召喚魔術打てる。ですね。炎属性落ちてるから、これはほんとプルがパイセンで分からせよ。パイセンで分からせた方がいいわ。で、召喚者アレイスターを召喚。召喚者アレイスターの効果発動。召喚者アレイスターの効果によって召喚魔術を手札に加えていく。そして、行くぜ。俺は手札からマジックカード。召喚魔術を発動。召喚魔術の効果によって、俺は召喚者アレイスターとてめえの文字の炎属性モンスターをゲームから除外しよう。現れろ。召喚獣ブルガトリオ。うわー、ブルガ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 。召喚魔術の効果によって除外されている召喚者アレイスターを回収し、そしてカードを1枚セットするぜ。なんて強いんだ。そしてバトルフェイスに移行するぜ。打点1000上がるんで、あれっすね、天線で1000上がるんですよね。ダメして、なんダメしてアレイスターは多分使わないといけないかなっていう。これスルーでいいわ。相手使っていいからでいいや。はいはい、天線ね。さあ天線効果、はい、で上げてくる。でここでダメして入ります。自分ダメしていいですか。召喚者アレイスターの効果発動。ブルカトリオの打点をセンカップして、もう一回連打セーブ。いやー、ブルカトリオ最強。全然いいよ、もちろん全然無理だから。でインが切断して、ライレフティー切っといて、これ除外しておい。弱っ。増やすカードが増えてる。カード強くないからさ、かわいそう。どうやら理解しただな。そうだ、これがデュエルリンクス。